防災減災豆知識。自宅の危険度をチェックしよう。気づいていますか？実は家の中にも危険はたくさん潜んでいます。そこで我が家の防災ノートに書き加えてほしいのが自宅の危険箇所です。チェックする項目は大きく分けて4つ。まず1つ目、家具の固定、そしてガラスが飛び散ってしまうことへの対策はできていますか？2つ目、照明器具の揺れ止め、釣り金具の外れ防止といった補強対策はできていますか？3つ目、ストーブは家具が倒れてもぶつからない位置に置いていますか？4つ目、屋根瓦や門柱、ブロック塀は安全ですか？防災の観点から自宅を見直してみると、危険な場所が多いことに気づかされます。日常に潜む危険も、自宅をチェックすることで回避することができそうです。自宅の危険箇所を知ることで、安全性を高めよう。